はい、皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店てるかいざです。はい、ね、ちょっといつもよりかね、ちょっとカメラアングルが違うかと思うんですが、こちら半分ね、以前はごちゃごちゃしていて、まあ、狭かったんですけどね、ズボラな DIY という形でね、こちらね、今までね、3COINS で買ってきた、ちっちゃいね、なんでしょうね、調味料棚ね、ちょっとこちらになりますけど、こんな感じでね、調味料棚に載せてたんですけど、これね、もうこれじゃ限界があるということでね、カメラアングル、こちらね、ズボラな DIY として、ダイソーとね、セリアで、交互に行ってね、この、棚をね、まあ、付けましたという感じで、まあ、こちらの棚とね、こちら、あとはこちらのね、カラーボックスとね、まあいう感じで、結構ね、収納がね、いっぱい収納できるような、ね、状態になりましたんでね、ちょっとお見せするとね、はい、こんな感じになっております。大丈夫ですかね。上はね、こんな感じでね、カラーボックスにもパンパンになっていて、で、こちらもね、こんな感じでね、ズボラな DIY でね、こんな感じで棚作りましたんでね、ちょっとこれで収納力がね、上がったかなと。実はね、このガンダム部屋だけじゃなくて、この部屋の外にもね、カラーボックスね、1、2、3、3つあるんですね。だからこの量のね、カラーボックスが、この部屋の外にもまだ3つあるという形でね、プラモデル、フィギュアだけでね、もう5、600体ぐらいあるんじゃないかといった感じで、あります。で、基本的には僕これ素組みでね、作っているんで、もしね、そのまま買ってきて無塗装無加工で作ったらどういう風になるかというのが知りたい場合はね、もし持っていたら、ご紹介できますのでね、まあ、コメント欄から寄せていただければなと思っております。そんな中ね、今日は何買ってきたかというとこちらになります。コンビニでね、カードダスを見つけてきましたので、購入してきました。で、カードダスはね、今回タイトルは水星の魔女、機動戦士ガンダム水星の魔女のカードダスが売っていましたので、ちょっとこちら開けてみてね、まあどういう内容のものなのかというのがお届けできればと思っております。まあカードダスはね、私が、小学校ぐらいの時に流行ってね、一番初めはね。なのでもう、40年ぐらい前ですかね、40年ぐらい前のね、話なんですけど、まあ30年ぐらいですかね、まあね、まあどっちにしてもいいんですけど、昭和のね、頃に流行りまして、初めはねナイトガンダムね、そこからカードダス始まって、今でもね、カードダスの復活って形でね、まあいろいろバンダイさんもね、復活版とか出していただいたりしてるんですけど、まあ、今回ねカードダスとしてね、水星の魔女が出ましたんでね、ちょっとこれね懐かしいんで開けていきたいなと思っております。で、カードダスのご紹介になりますと、基本的にはカードね全30種類になります。で、これ結構お高いんですけど、1パックね、3枚入りなんでね、まあ、3つ買ってきたんで9枚は入っておりますという形になります。まあ、ダブらなければ、30分の9は揃うという感じだと思っております。はい、じゃあ早速ね開けていきましょうかね。はい、まあね、カードダスとかね、基本的には被るのがね、まあ、当たり前ですからね、これちょっと上のところをね、綺麗にしたいんでね、下からこうね開けていきましょうか。はい、じゃあ開けます。はい、はい、こんな感じでね、カードダス基本的にはね横のカードになってますからね。はい、ベギルベンデが、出てますね。まあ、HP がね、ヒットポイントがね、ここに載ってるんですね。で、裏面がね、こんな感じになっております。まあ、カードダスってね、基本的にはなんかバトルカードみたいになってるんで、裏にね、遊び方の例と、あとはそのね、内容が書いてありますという感じになっております。はい、こんな感じになっております。はい、ね、今回 HP350 ポイントの、ね、これが当たりました。続きましてね、はい、こちらですね、プロスペラがね出ました。水星の魔女ね、主人公のお母さん役ですかね。はい、こんな感じになってます。パッと見た感じね、ナイトガンダムの時に出てきたねシャアに似てますけどね。はい、こちらも裏面がこんな風に説明が書いてあります。はい、キラキラが当たりました。
ミカエリスですね。はい、650って形でね。こちら、キラキラしたカードになってますね。ちょっとびっくりマン風な、カードになっております。はい、裏面はね、同じように、書いてありますね。はい。そんな感じで、まず1パック目は、こちらのね、3種類が当たりましたという感じになっております。じゃ続きましてね、2パック目いきましょうか。まあ、できればね、主人公もしくは主人公の機体が、ね、当たればいいんですけどね。基本的にはこれ1枚、2枚、1枚ってわけじゃないみたいですね。今ね、キラキラが2枚入ってますんでね、これこの後お届けします。はい、まずこちらね、フェルシー&ペトラという形で当たっております。裏面、ま、一緒ですね。はい。続きましてこちらね、ダリルバルデが、当たりました。これ結構プラモデルでもね人気の機種になっております。はい。でエランが当たりましたね。はい、こんな感じです。 HP は20ですね。まあ、人間というかね、モビルスーツではないので HP 低めという形になってます。はい、こんな感じでね、この3つが当たっておりますという感じになっております。はい、キラキラがこれで3枚ですね。さっきのね、ダリルバルデよりもやっぱりミカエリスの方が HP が多い感じですかね。はい、じゃあ最後にねお届けになります。これカードダスって前ね、前は普通に売ってたんですけど、ガチャガチャのね、カードダス版のガチャガチャ、あれで当たってた、売ってたんですけどね。今はこういう紙になってるんですね。今回は、1枚ですね。ガンダムまで書いてあるんでね、何が当たったかという感じです。はい。デミトレーナーが当たっております。なんか事務的な感じでね、載っておりますね。はい。ダブってはないですね。ディアンザのグエル専用機が当たっております。まあ、キラキラじゃないんでね、350ポイントという感じですね。はい、最後ね、ガンダム、ルブリスの方が当たっております。HP400、若干少なめですよね。はい、こんな感じになっております。はい、3パック目は、こんな形で、すべてね、モビルスーツという感じになっております。はい、以上となります。今回ね、キラキラとしては、このガンダム、ルプリスと、ミカエリスとね、あとこちらね、ダリルバルデ、こちらのね、3つ、プラス、こちらですね、エランが当たりましたという感じになっております。はい、こんな感じになっております。この後にね、ちょっと全部並べた写真を、差し込みたいと思います。以上となっております。まあ、こんな感じでね、今回はね、こちらカードダスの水星の魔女を、購入してきまして、まあ、どういうものなのかと、まあ興味本位でね買ってきましたというゆるい開封動画になっております。はい、以上となります。まあこんな感じでね、いろいろ気になったものがあればね、買ってきて開封レビューしておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければね、高評価お願いします。あとはね、ちょっとこちら先ほど冒頭お話しました通りね、素組みで、ガンプラ、フィギュアね、いろんなものをレビューしてますんでね、まあ超合金も、ね、興味があった超合金があれば買ってきて、まあレビューしたりとかしてますんでね、まあ、よろしければ引き続きご視聴いただければと思っております。はい、以上となります。てるてる百貨店てるかいざでした。バイバイ。